心にモヤがあるようだ。あの最後の戦で父上は船を出した浜へ戻らねば。
に任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。終わりはないのか。
勝負しろ。ハーザクチの悪徳な様。待たせてしまったな。次に会った時には一杯おごるよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかこれを。どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった。猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか。身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか。それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。
お主の家、楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でも、ありがとう。後で持ち帰る。はあ、さあ、どうなるかな。お前はかけがえがない。葉の音に草はむ友を見やるれば、入り日の後は朝日来るなり。
逃がしてやる。危うく毒を飲まされるところだった。道中気をつけよ。どうかこれをお受け取りください。槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だろ。構わん。クワをくれ。ふん。好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間の元へ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人手は多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったか。いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。
それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見と行こう。誰が相手だ。You got only here. That's no.やるね。戦慣れしてる。道が塞がれておる。負荷の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。こんな侍見たことないぞ。お主も登ってこい。鮮やか。もう俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばない。仲間だ。隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。カトはどこであった。思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦でか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。
門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵、戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。負荷に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら。縛られて海に落とされた奴もいれば、船に吊るされて鳥に食われた奴もいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい。俺の着物を裂いて布にすればいい。陣、行くぞ。負荷が待ってる。お主の家か。貸してやってる。負荷だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら、とうに取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明、楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前、船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。負荷、恩に着る。足を救われないようにしな。
して耳を切り、鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非情な男なのさ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。うん、黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一平を斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、万の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死いそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船出。こと切れる前に陸は柱の鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。かつて陸の下で働いたが、手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が凶を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。対馬から戻ったそうだ。ああ、どうせ武家の連中に嫌気がさしたんだろ。それがしどの、それがしどの。まだ生きてる。それで十分。
酒井家の旗だ。何の匂いだ。そなた酒を飲んだな。進めておるのか。私は飲まぬ。だが父が、この旗は父が侍と飲んだ時に盗んだものだろうな。侍と酒を飲み交わした。たまたまだ。海賊が隠れておらぬか家を漁られ、侍の怒りを鎮めようと酒を勧めてね。侍とて恩に感じたはずだ。親切からではないさ。息の酒は対馬のものよりずっと強い。侍は三日も動けなくなったそうだよ。さかしい人なのだな。ああそうだった。また染めてみた。そなたの馬に合う色だ。猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い。みんなに何してるか知ってんだよ。いつでも足立家を頼られる酒井殿の息子とあるもの。お前は我が子同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが、雅子殿、恩美の咎ではない。待たせてしまったな。驚いたね。侍に助けられるなんてさ。お主ミナトか。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主は陸の手下であったとか。し、やめな。聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると陸の気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。陸が眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海。十分ではないが調べてみよう。
鎧のことは忘れな。あんたのためだ。そちらの精鋭を出せ。ウーエルゲルツ、ウチュヘッサムラ。出せ、ザンスター、ジャマイ。危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。さあ早く逃げよう。陸は召し入れと聞いた。光をたどるほどならば見えたのか、または猿が助けたか。陸もここへ来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。
真っ暗だ。火をつけたいが、火の矢が役に立つな。何者かの踏みだ。
財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を、そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。嬉しいであろう。勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。告げてきたか。日輪に別れを告げてきたか。導きを。
さて外へ出るか。この鎧、下にお似合いですな。在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸のむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。たりとなるか頼りとなるか。
あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。目が利くね。大事にしな。よくあるじゃないか。